キャリアプランがこう定まっていない、うん、結論キャリアプランなくて大丈夫です。じゃあどうするのっていうと、どうも、旬です。こんにちは。今回は就活相談企画なんですけど、自分がどういう風なキャリアプランを歩んでいくかまだ決まってない人に向けた動画になっております。ということでですね、実際の就活生と今回岡本さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。現在明治大学3年生商学部の森正宗と言います。一応今は IT スタートアップで長期インターンシップを行っていたり、あとは今年の3月から夏インターンを中心として就活の方を始めさせていただいております。就活の状況としては、あまりその自分が将来何をしていきたいかっていうところが曖昧っていう状態で、一応まあ僕の中ではちょっとエンタメ業界とか興味あるかなっていうのはあるんですけど、絶対そこに行きたいかと言われると別にそういうわけでもないなみたいな形で、なんでまあ夏インターンとかもあまり業界とか業種とか絞らずに幅広く受けてるっていうような状態です。悩みとしてはまあズバリ、まあ、キャリアプランがこう定まっていない、うん、将来わからないっていうところになりますね、うん、キャリアプランないと大丈夫なのかなとか不安に思うと思うんですけど、結論キャリアプランなくて大丈夫です。おー、そうなんですね。一生なくていいかっていうとそんなことはないんですけれども、イメージとしてはキャリアプランって仮のキャリアプランを更新し続けるみたいなイメージなんですよ。今ってどんな種類の仕事を知ってますかっていうふうに聞かれたら、どんな仕事だったら知ってるなって思いますか？営業職とか企画職とか、うん、ウェブデザイナーとかそういうような感じですかね。そういう仕事はあるなみたいなイメージ、はい、でも具体的にその人たちが毎日どんなことやるかとかって言ったらイメージとかってできますか？具体的にはあまりイメージつかないですね、はい、じゃあどういう仕事だったら逆にイメージつくかっていうと、例えば学校の先生とか警察官とか、自分が食べに行くご飯とか服を買いに行くそのお店で働いてる人とか、日常生活で接してきた仕事とかだったらめっちゃイメージつくと思うんですよ、はい、これって違いは何かっていうと、実際にその仕事やってる人を見たかとか、もうちょっと言うと自分で経験したかとか、経験がない仕事って知らないことをやりたいとか思えないですし、やりたいと思えないことの未来10年後どうしたいのって思いがけるかっていう、これ絶対無理なんですよね、うん、はい。さっきエンタメってあったじゃないですか。これは何でかっていうと、エンタメの仕事がしたいのかっていうと多分ちょっと違うのかなと思って、テレビを見るとかエンタメが好きだから好きなことを仕事にしようっていう多分結びつきだと思うんですね、はい、本当にそれを仕事にしたらどうなるのかっていうところはまだやってないから、ちょっと分からないっていうのが状態だと思うんですよ。この分かんない状態が悪いのかっていうと、私は全然いいと思ってるんで、その仕事が分かんない状態でキャリアプランが定まってないことは全然 OK ですよっていうふうに思ってます。じゃあその次のステップはどうしていったらいいのかっていうと、今ですねめちゃくちゃ正しい行動を取ってるんですよ。例えば今知ってるのはおそらく 2C 個人向けの仕事で接してきたもの、自分がお客さんとして接してきたものは知ってるけれども、 2B 向けの仕事とかではやったことがないし分かんないからっていうところで、今インターンに行かれて実際のその仕事に近い経験をしたりとかっていう行動を積まれていると思うんですけど、これはめちゃくちゃいいことで、そういう行動を積んでいくと今まで知らなかったところまでどん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 経験を積むことによって、あ、こういう仕事ってこういうことやるんだとか、こういうのが良かったとか、こういう部分は自分に向いてなさそうみたいな経験値が溜まっていくんですね。この経験値が溜まるとどうなるかっていうと、今このぐらいの高さの経験しか積んでないとすると、この範囲しか遠くまで見えないんですよ。でも今新しくインターンで知らなかった仕事の経験こうやって積んでってるじゃないですか、はい、これ積んでいくとこの辺まで見えるようになるんですよ。今キャリアプラン見つかってないってどういう状態かっていうと、自分の本当にやりたいなと思える仕事はここにあるかもしれないし、ここにあるかもしれないんですよ。ただ今の高さからでは見える範囲にはないっていうことが分かってるんですね。じゃあどうするのっていうと、高くなればいいだけなんですよ。だからそのために今経験を積んでる。その時点で途中でまだ見つかってないのは全然よくて、経験積んで見つからなかったら、あ、じゃあまた別の経験積んでこれだと思うのを見つかるように行動していこう。これを積み重ねていって富士山ぐらい高くなればもう遠くまで見えるんで、その中から、あ、自分が人生をかけてやる仕事はこれだっていうのがいつか見つかればいいんですよ。就活の間とかじゃなくて就職してからとか、まさにおっしゃる通りで、なんでキャリアプランは最後まで定める必要は私はないと思ってて、今現時点の経験の中だとこれだっていう仮のものを定めればよくて、経験積んでいくと高くなっていくんで、その時やりたかったこととかやろうとしたことよりももっとこっちの方がいいな、自分に最高にフィットしてるじゃんって思うの見つかるんですよ。見つかったらまたその仮をアップデートして今はこれだっていうのをどんどん更新し続けていけばいいだけなんじゃないかなっていうふうに思って、
この就活していく中で将来とか見据えた時に自分の中に悩んでいるところがあって、例えばバリバリこう働くような働き方をしたいのか、プライベートとかも確保できるようなライフワークバランスをこう重視したような働き方をしていきたいのかっていうのがちょっと自分自身まだこう分からないというかあって、自分は相手どっちがいいんだろうなみたいなっていうのをちょっと今モヤモヤしています。まず大前提として、ライフワークバランスが保たれていない仕事をしたい人っていると思います？いや、いないですかね。絶対保たれてる方がいいに決まってるじゃないですか。今仮にですね、バリバリ働いてる人がいた時に、その人ってライフワークバランスなしで働きたいと思ってるわけじゃなくて、その人はもっとやりたいことが仕事にあるから、プライベートの時間よりも仕事につぎ込んでるんですね、エネルギーを。これってどういう状態なのかっていうと、自分の今これだってやりたいことが見つかってる状態だから、そこにエネルギーを注いでるんですよ、はい、まだこの見えてる範囲の中にこれだが見つかってない状態じゃないですか。そうです、はい、見つかってないのにハードで働かなきゃいけないのって言ったら、嫌に決まってんじゃんっていう、多分そういう状態なんですね。はい、例えばこれがやりたいぞってなった時に、やりたいけどそこでは結構ハードに働くっていう条件がついてきた時に、それでもやりたいと思えるかっていう判断軸になると思います。面接ではやっぱり毎回聞かれることが多いと思うんですよね、はい、仮で例えばエンタメをやりたいなと思ってたとしても、うん、自分薄いなと思う時あるんですよね、はい、でそれを言ったとして、ある程度なんか深掘り質問された時に答えれないっていう時が結構あると思うんですけど、はい、そういう時ってどうすればいいですかね。面接という視点でいくと、今度は自分と向き合うのではなくて、その面接官と向き合うじゃないですか、うん、という時にベースとなる考えが、面接官に一緒に働きたいと思ってもらうにはどういうふうな自分の魅力を使い方をすればいいのかなってことをずっと考えるんですよ。例えばエンタメ業界の面接官と相対しているとすると、エンタメ業界に応募来る人の多くはテレビが好きだから、面白いことが好きだから、それをみんなに広げる立場になってやりたいです、好きなことを仕事にしたいんで、みたいな方が大体多いんですね。でも本当に採用したい人ってどうかっていうと、やっぱりビジネスとしてエンタメをうまくお金に変えて利益をどんどん生み出してくれる人を採用したいって思ってるんですよ。そのギャップを埋めれるような人として、キャリアパスとしてはこういうふうなことをやり遂げていきたいですとかで言った時に、あ、こいつ採用したらめっちゃ利益生んでくれそうとか、仕事すごいできそうとか思ってもらえそうなことを、その自分のいろんな切り口の中から切り取って話していくみたいなイメージなんですよ。なるほど。受けてるっていう以上、絶対行きたくない業界とか仕事ではないと思うんですよ、うん、自分がこの仕事とかこの業界で働くんだったらどういうことやっていきたいかなみたいな感じで考えればいいんじゃないかなと思います。自分が志望する業界とか企業が将来どうなっていくかとか、そういうところまできちんと考えて、その上で自分はじゃあその未来に向けてこういうことやっていきたいみたいな、そういうのがあるとなおいいっていうような形です。そうですね。でそこを具体的に調べたり経験していくと、それが本当にやりたいと思えたら、それは自分の経験値が高まってて、仮のキャリアプランとして今納得できるものができた状態になってるっていう、すごいイメージがつきました。インターンとかって多分1年間に1社とか2社になると思うんですけど、はい、その場合って経験できる業界が2つとかになると思うんですよね、はい、他の業界のことはやっぱり体験では分からにくいと思うんですけど、はい、そういう場合ってやっぱり OB 訪問とかが有効なんですかね。自分で体験できればもちろんベストなんですけれども、その次にいいのは一次情報を聞くっていうところで、ネットの情報って正しいのもありますし、作られたものもあるっていうのはイメージつくと思うんですよ。でも実際にそこで働いてる人の話っていうのは、やっぱりその人が実際に体験したことなので、自分が知りたいことを聞けますし、正しいことを吸収できるんで、 OGOB 訪問とかをしてどんどん吸収していくといいんじゃないかなと思います。なるほど。実際どうですか、されたりしてますか？そうですね、 OB 訪問は結構何社かやっていて、うん、10名程度ぐらいやってますね、うんうんうん、はい、それは どういう感じでやってるんですか、 OB 訪問？僕の場合はいくつかパターンあるんですけど、一つは今現在働いている長期インターンシップの会社の社員の人にお願いして、過去にその会社で長期インターンシップやられていた OB の方をつないでもらって、その方が今働いている企業について僕関心あったので、うんうん、OB 訪問をしたりであったりとか、 OB 訪問の今アプリとかも充実してると思うので、うん、そういうところであったりとか、あとはその最初に OB 訪問で会った人にまた別の方を紹介してもらえるようにっていうのは意識してます。そうやってどんどんつながっていくというか、うん、どういった軸で就職活動をされてるんですか？まあでもやっぱり20代のうちなんで、まあ、成長できるような環境がいいのかなとかっていうふうにはもう5つ安定してる業界に行きたいなっていうのもあります。相反する軸が共存してるってことですね。そうですね、はい、どっちも本音だと思うんですけど、まだ見える景色が狭い中から無理に就活の軸を決めなきゃっていう
ふうに思ってて、答えがない範囲でものを見てて無理やり作ろうとすると納得感のあるものできないと思うんですけど、経験を積みながら納得感のあるものを今だったらこれかなっていうのをどんどんアップデートしていった方がいいのかなと思いました。過去の経験から今これだっていうものが見つかってない状態だと思うんですね。だったら自分の殻を破って新しい範囲まで視野を広げていくっていうことが重要だと思うんで、殻を破れるような経験を積んでいくっていうところをしていくといいんじゃないかなと思います。行動あるのみですね。そうですね、行動して行動して見つけていくっていう感じですね。今回の悩み、キャリアプランがないっていうところの悩みは解決されました、うん、自分の中で曖昧だったりどうやって決めていけばいいんだろうっていうのが分かんなかったんですけど、まあ、現段階で決めなくていいとかっていうところで結構心がまあスッキリしたっていうのもありますし、まあ、今自分がやってることが間違ってないんだなっていうのも思えたので、すごいいい時間になりました。はい、ということで今回はこんな感じで終わろうと思います、はい、岡本さんの SNS は下の概要欄に貼ってあるのでよかったらフォローお願いします。ということで本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。